ヤコブ・ゲオルグ・アガードヤコブ・ゲオルグ・アガードはスウェーデンの植物学者である、草類の研究などで知られる、ルンドで生まれた。父親は草類の分類学研究で業績を上げた植物学者カール・アドルフ・アガードである。1854年から1879年の間、ルンド大学の植物学の教授を務め、 ルンド大学植物園の移転と拡張の計画を立案し、後に園長を務めた。1836年に、ドイツ科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた、ほかスウェーデン王立科学アカデミーなど、スウェーデン国内の多くの学会の会員を務め、スウェーデンの国会の大学代表などの職務も務めた。1879年に、 コッペンハーゲン大学から名誉博士号を受け、1897年にロンドンリンネ協会からリンネメダルを受賞した。構想の階層の俗名、アガーデヒューラに懸命されている。J. アガードは植物の学名で命名者を示す場合に、ヤコブ・ゲオルグ・アガードを示すのに使われる。ありがとうございます。